ですよ。いや、いいのかな、もうやばいっしょ。いや、でも今日も暑いですね。暑い、雨が上がった後だから湿度も超高いし、ジメジメしてるから。で、暑いもん食うとるし。うまっ、ずっと食べてたい。これ美味しいですね。うん、辛いのがいいな。いや、もう辛くてしょっぱいものを食べた後はもう飲むものは一つですよね。一つですよね。決めなきゃいけないですね。私はそのために来たと言っても過言ではないので。そこにおいちゃんマジで過言ではない。マジで過言ではない、うん、本場の味を求めて3時間空を飛びましたから。そうですかね。いや、すごい情熱。この顔、そう。チーズどれですか？え、なんかくるくる巻きになっちゃう。あったかいです。ムーバーって、チーズムーバーって。書いてあるの？カスタードマン、高級肉マン、チーズマン、タロイモマンだ。カスタードめちゃめちゃうまそう。ね、うまそうね。お、わあ、あー、美味しい。綺麗、かわいい。チーズですね。チーズ。あー、すごい。いきます。めっちゃうまいわ。めっちゃうまいわ。めっちゃうまいわ。ちぎる。これちぎってる。こんな食えねえから。いただきます。あ、美味しい。あ、これ好き。生地が大きいですね。柔らかい。一回食べて。熱い熱い熱い。あ、美味しいな。生地良くない？あ、もちもち。え、チーズ、この黄色いのもチーズ？全部チーズだよ。すごくない？いただきます。全部1種類入ってる。うわあ、なるほど。今天気は調子がいいんですね。調子がいい。なんだよ。伊達さんはちょっと眠らせがないかなんかしなくて曇りにならない。確かに。やっぱりまた足つぼしてちょっとあの眠気を誘って。え、それ逆にまた明日すげえ会社だから。あー、それもそれでやだな。暑いんだよな、普通に。すごいね。動かしてるもんな、この俺と。待ってるんだよな。それはそう。でも、ほんと晴れてる。青空が見れると思わなかった。思わなかった。マジで1週間全部曇りと雷しかまだついてなかったね、台湾。なんで晴れてるの？どうした？今日のラボガールズ。そうです。今日のラストクエスチョンか。今日はムギシちゃんがおでこを出してます。
コースどうした？そうですね、なんか有名店、鉄板焼き的なオムライス、オムライス、お好み焼きみたいな、ここですね、有名店。日陰涼しい。これ日陰になってると全然歩ける。歩ける。日向はちょっときつい。しんどい。日が暑いんだね。うん。日の照りが半端ないですね。やばい。日が照ってるとさらにジメジメもなんか増すから、うん、あの蒸発していくからもう全てがダメになる。ファミレス本当にないよな。ないね。みんなどこで食べてるのかね。カフェとか、うん、あ、屋台か。昼はどうしてんだろうね。カフェ？昼はずっとやってるわけでしょ。やってないっす。え、そうなの？24時間そう、24時間になってきた。あの、どんちゃん、どんちゃんね、ももさん、パパ撫で型ももえさん、なぜかパパが気にしなくなってる。気にしないでよ。